はい、懲役太郎サブチャンネルです。私ね、ツイッターこう見てたら、ツイッターでもなんか上の方に広告来るじゃないですかね。それ見て、これさすがにバカだなと、こんなんで騙されちゃいけませんよって話なんですね。まあ車のことをたまに見たりするから車の広告なんだけど、新車買い替え祭りとこう来るわけですよ。知らないと損な2つの理由で今年査定する人続出、あなたの車は今いくらって、もうこう点滅して金額が出てるんですね。で、鍵括弧で新しい車に乗り換えたいけど、うちの車結構乗ったし売れないよね。正直全然期待しなかったんですが、ある方法で売ったらまさかの買い取り、何万何十何百万円とこう出てるわけですね。おかげで、ここがおかしいですよ、念願の新車もゲットできちゃったんです。いいですか、赤文字でおかげで念願の新車もゲットできちゃったっていうんですよ。まあいいじゃないですか、新車がゲットできるなら。そんな新車がゲットできるなら、それはねすごいなと思って見てる。で、そこの下になんか家族写真が顔を隠してね、まあどっかから持ってきた写真なのかな。こう、実は今私以外にも中古車を高値で買い取ってもらってる人が続出してるんだとか、その理由は中古車人気が上がってるわけと、半導体不足と、こうなる。車を作るのに必要な不可欠な半導体が世界中で不足、新車の生産が追いついていないから、早く納車できる中古車を買う人が増えてるらしいんです。もうおかしいじゃん、ここの時点で。え、いや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 、ちょっと待って、これはおかしいよね。要は新車がこれ半導体不足で作れないわけだから、トヨタ自動車なんかは鍵を一つにしてでもね、その鍵に使うのあれの半導体がっていうことで、鍵を一本にしてでも後で出しますから早く納車を早めるとかっていう風にしてるわけだから、新車が買えないわけ。新車が買えないんだよ。新車が買えないという前提で中古車人気があるから中古車売りましょうって、いや売ったはいいけど新車買えないじゃんなんでそこがに中古車を売ったら新車を早く斡旋してくれるあれもあるの、そういうことかなって。そんなこと全然書いてないんで、ぐだぐだなんか海外がどうのこうの、円安の影響でますます日本車がどうのこうのとか、10年で2倍もとか、もう最高額がなんとかでわかるみたいな会社名があって、こう使い方も簡単でどうのこうのって、で買い取りスタートって、こんなんやったらいろんなとこからじゃんじゃん電話がかかるらしいじゃん。もう大変なぐらい、こういうはちょっと良くないよね。これ LINE の宣伝で、 LINE の会社ってちゃんとしてるんですよね。だって論理が破綻してるんだもん。いや、ここで売ったらこの会社を通したら優先的に、あの売却と同時に新車が来るとかならすごいよ。売っちゃって新車なんか来るわけないじゃん今からむちゃくちゃな話じゃん。そうすると売っちゃった車がいるから車取ってるわけでしょ。そうすると高いって言ってる中古車を買わなきゃいけないわけだから、今は絶対車売っちゃいけない時だよ。どうあっても新車のメーカーときちんと話を出て、納車日がきっちり確定してからじゃないと売っちゃダメだよね。何考えてんのって。だからこういう広告は良くない。だからもう本当に悪い広告の見本だよね。でも、あの、車のこととか考えないで、あ、そうなんだ、今自分の中古車って、あの、高く売れるんだ、じゃあ査定出してみようって言ったら、売らざるを得ない状況になってて、今なのに、いや、話したんだが、みたいな業者が群がってきて、結局売らなきゃいけないんだけど、買うっていう話になって、いや、だって、何の責任もないわけじゃん。いや、新車は、あの、注文はできるよ、実際。うん。注文はできるけど、来る日にちなんか確定できないんだもん。そうすると結局新車に近いような新古車だとか店頭に並んでるやつっていうのは高いわけだから、中古車が高く売れても中古車自体が高いんだから何にも得がない、そういう理屈なんだよね。その今乗ってる車を売却して違うものを買うならそれは意味があるんだろうけど、買った時と値下がりがなかったっていうけども、次の車を買おうとした時に高いんだから意味がないの、あんまり、うん、ねえ、うん、なんというかねいう話なんで、こんなことは流しちゃいけないだろうという話です。以上です。